いや、天ぷら食いたいな。いやー、天ぷらしか食いたくない。逆に今天ぷら一番食べたいわ。わかりました。俺が1週間でうまい天ぷら食わします。ということで、はい、今まで、まあ、僕がこの前ペペロンチーノ作りまして、はい、で1週間企画ナイトもやって、まあ俺もこれからやろうと思ってるんですけど、はい、やっぱり料理といったらタイガのイメージがあると思うのチャンネル、はい、ということでタイガも今回1人でちょっと挑戦してもらおうかなと。お、今回は1週間天ぷらを作り続けたらどれだけ上達するのか。いやー、天ぷら奥が深そうだね。いやー、深そうだ。奥深いですよ。ということでまず、まあ何も見ないけど、まあ、今の知識で天ぷら作ってもらいましょうか、はい、早速、はい、ということで、はい、早速タイでいいですか。はい、家でもまあたまに作るんですけど、なかなかカラッとうまくいかないんですよね。衣が厚くなったりするよね、天ぷらって。そうですね。使ってるのは天ぷら、はい、普通に天ぷら粉ってやつですね。はいはいはい、まあ一般的なやつに、うん、まあ水入れて、はい、こうまあいつも目分量でやっちゃうんで、うん、でなんか俺のこの薄い知識で言うと、はい、なんかあんま混ぜすぎない方がいいみたいなイメージあるんですよね。ちょっとダマダマっていうか。うで、今日初日の具材はまあシンプルに、はい、エビと、うん、ナスと大葉。あー、いいね。そう、はい、ナスもでもどう切るのがいいんだろうな。そうだよね、切り方とかも結構変わってくると思うんだよね、食感で。まあシンプルにエビ前一回やりましたよね、デカエビ天ぷら。サギ、サギ天ぷら、ね、サギ天ぷら、うん、殻取って尻尾のところちょっとなんかピッピッとして、うん、みたいな感じですよね、うん、ちょっと大葉から。はい、大葉はもう片面ですよ。あ、そうなんだ。よっ、おっ、だで、ちょっとこう豪快に入れる感じか。そうですね、なんかそんなイメージありますよね。ね、うわ、揚げどこむず。でもちょっとやっぱこう熱くなるよね、これですよね、うん、ああ、片面だけでも熱くなっちゃうんだ。はい、一つ目、はい、うわ、なんか多いな。確かに芋みたい、芋みたい。どうですか。でもやっぱ綺麗じゃないな。あ、確かに。なんか美味しそうじゃないもん。完成です。いよー、イエーイ、はい、じゃあ食べましょうか。ちょっとはい、楽しみということで、はい、食べていきますか。はい、ぜひ大葉からいただきましょうか、はい、塩で、塩で、はい、じゃあいただきます。あ、いい音してるよ。うんうん、美味しい。お、ありがとうございます。衣がちょっとムニュッとしてる。はいはい、そうなんですよ。うん、サクサクって感じじゃないんだ。そうそうそう、軽くないんですよね、うん、いただきます。じゃあエビの方。うん、美味しい。家庭的。うん、そうだね、家庭で美味しい味。うん、上達の余地はありそう。全然、まあ点数で言うと70点とか。いや、でも90点開けてもいいかもしれない。いやいやいや、まあそう、98。さけえな。じゃあとりあえず一旦これはまあ家庭で母親が作る天ぷら、うん、そうだね、1週間。はい、これ期待できそうな気がする。いや、楽しみ。楽しみ。意気込みお願いします。揚げ揚げ王子。あら、はい、2日目のタイガです。ということで今日はやっぱね、衣が大事ってことにめちゃめちゃ気づきました。厚めの衣じゃなくてカラッと軽い感じにできるようにちょっといろいろ調べてみたので、それで今日は美味しい衣を決めるっていう、そういう日にしたいなと思っております。前回、昨日も使った天ぷら粉ですね。で、ここにちゃんと測った天ぷら粉ですね。それに冷えてる方がいいらしいんですよね、水が。そんなのを見まして、しっかり冷えたこの水、75、よし。さあ、で、なんか混ぜ具合もこんな感じ、ちょっとダマが残るぐらいで、これがまず A の方です。1個目。2つ目の天ぷら粉なんですけど、こっちの衣はちょっとなんか有名な天ぷら屋さん、渋ジャブさんも言ってたっていう近藤さんの、衣の作り方みたいなのが YouTube にあったので、それを見ながらやりたいと思います。小麦粉を、ふるいにかけながら一旦落とすと。量がわからないんでちょっと見つつ、水を500、よいしょー。ここに卵を1つ、これをめちゃくちゃ混ぜると。いいじゃないですか。で、こうなったこの上の泡の部分は落とすらしいです。この粉にちょっとずつ入れつつ、これで混ぜると。箸ですくってたらっと落ちるぐらい。これでどっちが美味しいかやっていきたいと思います。海鮮トリオでいきたいと思います。イカ、白身、エビ。ここもポイント1個あって、打ち粉っていうのをつけるらしいんですよね、衣が剥がれにくくなるように。なんでこの片栗粉と小麦粉を同じ量を混ぜたもの、これをつけます。こんな感じですね。で、温度は、180度、これでいきます。ジャバン、ザッと入れる。で、こっちのザン、はい、こんな感じです。見えますでしょうか。はい、ということで完成しました。2日目の天ぷら。はい、うわ、昨日よりめっちゃいいんじゃない。なんか薄付きな感じで。塩でいただきます。
うん、サクサク。中のエビもしっかりホクホクしたままで、全然水分抜けすぎて硬くとかなってないんで、めっちゃ美味しい。はい、こっち有名店の方です。衣の付き方ね、若干違うよね。なんかこっちの方が軽いんかな。はい、いただきます。うん、こっちかもしれん。めちゃめちゃね、一言で言うとこっちの方が軽い、衣が食べやすい。食べ比べると違うな。有名店の出してた天ぷら、このやつでいきたいと思います。はい、ということで3日目の大河でございます。今日はですね、ちょっと変わったのっていうか、これは絶対やろうと思ったのがあって、ホルモン天ぷらっていうのをね、ちょっと作ろうかなと思って。これがね、広島では結構ポピュラーというか、まあお好み焼きとかは有名ですけど、そんな感じでね、ホルモン天ぷらもめちゃめちゃ人気なんですよ。だからこれをちょっと作って、1週間後の盛り合わせにちょっと入れようかなと思ってます。で、使うのはこちらです。一家に1本どこにでもあるでしょう、牛もじょです。で、これ、他の企画で予備用にこう2本買ってたんですけど、1本まあ使わなかったんで、こっちでちょっと使わせてもらうということで、ぶつ切りにして揚げていくだけって感じですね。で、油の温度は180度。広島のホルモン店の作り方全然わかんないですけど、まあちょっと俺流でやっていきます。はい、このホルモン天ぷらの食べ方って、普通に天つゆとか塩じゃないんですよ。このポン酢、一味、まあ一味が多いかな、広島だったら。ポン酢に、浮くぐらいですね。で、これで食べます。これをつけて、これがね、めちゃくちゃ美味しい。あれ、ほら、天使天ぷら用のこの紙も買いました。はい、揚げます。ちょっとしっかりめに揚げてます。はい、できました。ホルモン天ぷらです。早速いただきたいと思います。ここね、しっかりポン酢七味にくぐらす。うん、サクサク。広島をちょっと思い出しますね。ただこれ、まあしっかり処理してないからかもしれないですけど、若干こう臭みがまだ残ってる感じしますね。でこれもしかしたら天ぷら合わないのかもしれないです。俺の調理が悪いのかもしれないですけど。うわー、心配だよ。ということで4日目のタイガさん、どうぞ。はい、ということで4日目のタイガです。昨日ね、ホルモンの天ぷら作ったじゃないですか。あれがなんかちょっと微妙みたいな感じだったんで、悔しかったんで、あのあと実はホルモンをめちゃめちゃこう茹でて、臭み取って、もう一回天ぷらにしてみるっていうのをやったんですよ、カメラ回さずに。それもちょっと、やっぱ臭み消えなかったんで、今日4日目は、あれに代わるちょっと変わり種系をちょっといろいろ考えてたんで、今日はそれで天ぷら練習したいと思います。やりたいのがまず、新生姜の天ぷら。卵じゃなくて、卵黄の天ぷら。で、もう一つが、アイスの天ぷら。これもね、ちょっとね、後で説明しながら作ってみるんで。今日も揚げていきます。新生姜を食べやすい風に切っていきたいと思います。なんか串カツの紅生姜のやつとかあるじゃないですか。あれ俺めっちゃ好きなんですけど、あんなノリなのかな。こんな感じで黄身だけ取っていきます。で、あとまあ違うのを毎日やってもちょっと練習になりにくいと思うんで、いつも通りこちらのエビも練習で一緒に揚げたいと思います。で、パーン。で、ここにこうね、これをうまくつけれるかが肝。今日はこの長細皿でいきます。はい、エビも OK です。揚げます。うわ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいくない。次はですね、紅生姜。はい、温度調節がマジで難しい。見た目はだいぶ天ぷら感出せるようになってきたんじゃないですかね。そして黄身、これも軽くつけるらしいですよ、粉を。はい、この中にくぐらせます。そしてこのままゴー。で、これがね、結構ね、早めに揚げていいみたいです。はい、あ、めっちゃうまそう。めっちゃいい感じ。はい、ということで、とりあえずできました、3品。今日も塩で。それでは、いただいてみます。めちゃくちゃいい。軽い。あ、おいしい。中がね、ホクホク感出るというか、もしかしたらこれ、天つゆの方が合うかもしれないですね。で、次じゃあ、ちょっと卵食べてみます。うん、美味しい。最高すぎる。中からドローッと出てくる感じ、これ最高かも。で、ここであともう一個今日やりたいのがアイスの天ぷらなんですよね。じゃあそれを作っていきます。まずは、普通にスーパーカップとカステラを用意します。まずはこのカステラの上下の焼き目の部分を落とします。で、ちょっとこう薄く切っていきます。まん丸に形成していきます。これをカステラでくるむと。はい、できました。アイスカステラボール。アルミホイルにくるんで、冷凍庫で一晩寝かせると。そして一晩固めたものがこちら。はい、しっかり用意しておきました。少し高めの油で、揚げ時間は10秒ぐらい。みたいですね。ほんと一瞬の勝負みたいです。ここから勝負です。
衣にくぐらせます。そして一気に揚げていきます。はい、1、2、はい、10秒ぐらい。最後も揚げる。はい、できました。アイスの天ぷらできました。いただきます。あ、ふわっ。あ、ふもか。おいしい。中にアイスが入ってるサーターアンダギーって感じ。アイス、新生姜、黄身、この3つ大成功ですね。この中でちょっと本番の日もね、スタメン入りするのをちょっと考えておこうかなと思います。それでは5日目の大合体、ゴー。今日はちょっと天つゆ作りやっていこうと思います。で、これ俺がいつも使ってるそうみのつゆで作ってみるのと、一から出汁を取ってやってみる、まあ2パターンちょっと一応作ってみようかなと思ってます。鰹節を入れていきます。ドサッとって感じですよね、これイメージ的には。こう、はい、で火を止める。これで 2,3 分待つと。はい、じゃあその間にこっちのそうみのつゆの方用意しておきます。これは、4対1ですね。ギャーっと入れて、はい、だいたい4対1でやったのがこのそうみのつゆですね。こっちまあちょっとチンしておきます。これ待ってる間にちょっと簡単なものを揚げておこうと思います。これも練習がてら余ってるやつです。だいぶ慣れてきたな、天ぷら揚げるの。はい、で揚げてる間にこっちももう 2,3 分経ったんで揚げていきます。はい、はい、できました。ちょっとまだ浮いてますが、油をね、昨日と同じの使ってるとちょっと色が悪いけど、ほらめっちゃ綺麗じゃない天ぷら。でこの出汁の黄金比が5対1対1らしいんですよ。なので、はい、100cc 入れます。お醤油20、みりんも20で、ひと煮立ちさせると。はい、沸騰しました。自作天つゆは白。うん、いい香りです。はい、揚がりました。これちょっと天つゆに食べて食べ比べしたいと思います。普通の方の天つゆ、今まで塩でしか食べなかったんで、つゆもいいよね。これでいただきます。うまっ。これもおいしい。自作の方こちらいただきます。うん、若干こっちの方が味がしっかりしてる感じはあるね。悪くないです。それでは今日も美味しい天ぷらができました。明日は練習最終日、6日目です。それでは6日目のタイガティエレッツ天ぷら。ここまで私1週間頑張ってまいりました。はい、お疲れ様です。今日はちょっとリハーサルというか、あなたに食べていただこうかなと。早速作っていきたいと思います。おい、頑張ってください。まあ白身魚、エビ、黄身、新生姜、大葉、まあ、ナス、このあたりをね、食べていこう、いただこうかなと。まあ、一、ナスやったんだけど、ね、切り方がね、おしゃれなのがあって。なるほど。半分に切ります。さらに半分に切ります。はい、で、ここに切り込み。うわ、見たことあるでしょ。見たことある。これで、こうですね。揚げたら綺麗なやつやん。そうなんですよ。で、火の入りもいい感じになるということで。確かに。早速揚げていこうかな、ナスから。おー、打ち粉をしていきますと。つけて、立っていてる。そしてこちら、だし、これ取ってあります。あ、だし、リンゴジュースかと思ってた。それ冷蔵庫入ってたの。あ、だし、これつゆってこと。そう、天つゆ。はい、ナス上がりましたよ。おー、早いね。結構ね、早いよ。おー、いいんじゃない。いいんじゃないですか、うん、ちょっと色悪いけど、同時並行でいろいろやっていくのが大事。うわー、出た段取りの大河。じゃ油をね、同じの使ってるけどちょっと色が悪いんだけど、まあそこはね、それはちょっと多めに見て。そして卵です。卵が、これはちょっとよくわからん。丁寧に扱うよね。もう子犬を扱うかのように。子犬どころじゃないよね、もう。ハムスター。ハムスターか。すぐ潰れちゃうよ。めっちゃ声が出るじゃん、お前。何が。ハムスターすぐ潰れちゃうよ。待って、弾けんのかな。はい、これはね、2時間目です。40秒ぐらい。一旦これで食べてもらおうかな。そうやね、冷めないうちに。じゃあどれからいけばいいとかありますか。いや、もう好きなものからいってください。あ、ですか。じゃあこの一番初めにあげた。じゃあいただきます。はい。うん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 、衣が薄くていい。うまい。完全にうまい。いい子じゃん。うん、生姜。うん、うん、これは明日ね、ぜひ出してほしい。卵ですよ、問題は。はい。うわっ。うわっ、すごくない。すげえ、びっくりした。今自分の口からビーム出たと思った。なんでビーム出るんや。びっくりしたわ。なんでビーム、血とかじゃないん。出たことある人じゃん。出たことなくって、初めて出る時ってこうなんじゃん。いや、次回出てないし。それさ、うまくない。めっちゃうまい。めっちゃうまいよね。まあちょっと1週間でここまで頑張りましたよっていうのを、うん、いい明日は、はい、見せたいと思うんで。それでは最終日にチュッチュルーポイン。
ということで、はい、最終日来てしまった、おめでとう。すごいもんね、やっぱり天ぷらのこれ勲章ですね。たくましくなってるわ、ね、一回り大きくなってる。いや、太っただけじゃないですかそれということで、はい、最初にまず衣作りから。おい、はい、で、やっぱ打ち粉っていうのが大事らしくて、衣が剥がれにくくなるんですよ、うん、ということで、ちょっとこれ片栗粉と小麦粉を半々で、なるほど、混ぜる。おうほうほうほう。で、次が、はい、衣ですね。お、内容冷えてんの。はい、作ります。お何かを一ミス置きましたこの水とかは冷たければ冷たいほどいいんですよ。あ、そうなんだ。ストロングだったら、あ、それでいい。確かに炭酸水でやるのはいいって言うんですよ。あ、そうなの。ただアルコールが入ってたのかな。ちょっとまずいかもしれないですね。買ってきますよ、大丈夫ですか。どうしよう、買ってきてもらおうかな。うわこの、じゃあちょっと、はいはい、経験に買ってきてもらおうかな。で、じゃあちょっと先に具材を切っていきます。はい、エビとかはまあいつも通りというか、うん、の処理でちょっとやってます。で、下味だけつけてます。はい、で、ナス。うわ、あ、切り方も違うんだ。はい、切り方変えました。お、切れ目を入れるんだ。はい、あーる。で、こういう感じ。そういう天ぷらある。うわ、はい、うわこの感じ。それうまいよ。で、はい、ちょっと変わり種も用意してます。新生姜。あら、うまいよ。最近知りました。お、水来たかな。はい、お待たせしました。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ちょっと温めないでください。ちょっとさあ、これでどう違いが出るのか楽しみ。そして、じゃあちょっと衣に一旦戻ります。これで切りました。はい、水ですね、ここに出します。はい、で、卵1個入れます。うお、水に落とす。水に落としてる。少々こぼれても大丈夫です。で、こっちに小麦粉をこしながら落とします。こんな感じですね。で、これを、うん、加えながら、うん、混ぜていく。混ぜる、はい。ちょっともうダマ残るぐらいで大丈夫です。ほんとだ。ちなみに、あの初日って塩で全部食べてもらったじゃないですか。はい。で、天つゆも一応用意しておきたいなってことで、2種類ちょっと家で、うん、出汁取って持ってきました。うわー、すげー、やばっ。もうなんか、なんだ、爆弾みたいな容器に入って水筒です、これ。で、これに醤油とみりんを。塩とかもこだわりあるのかな、最後これ。塩は普通。塩は普通かい。温度は180手前ぐらいでいきます。あ、もうちゃんと測れる鍋なんだ。まあ鍋もね、これあって温度が見れるんだ。はい、見てあって、はい、先に、温度が低いうちに大葉ですね。おお。こっちはもうこのまま直でつけてあげちゃいます。からちょっと時間との勝負みたいな。はい、時間との勝負です。いきます。はい、軽いよ。しゃ、この前より軽いかもしれん。ありがとうございます。うわ、そう、はい、芸術ですね。あげます。はい、きれい。おお、はい、超きれい。クリスマスじゃん、もう。はい、超きれい。ありがとうございます。じゃあ次ちょっとナスにいきます。はい、で、まずこっちにこれは、はい、粉つけます。入れちゃいますね。はい、お願いします。はい、はい。うわ、超うまそう。こんなん家庭でできないわ、この天ぷら。ありがとうございます。散らしてる。そっとしてあげて。うん、なるほど。はい、柱を持つ男。なんなんよ。これさ、時間とかはどこかってるの。音ですね。出た、コントさん。コントさん出た。うわ、色が綺麗。あお、はい、あ、綺麗に。エビも入れちゃいます。うわい、主役来ました、エビ。来ました。あ、間違えた。打ち粉してない。打ち粉してない。おおで間違えたって厨房から聞こえたらやだな。いや、でもまだ間に合う。次が最後です。うわ、ラストメニュー、アイスの天ぷらを作りたいと思います。うわ、まずアイスをまん丸にします。で、カステラを薄切りにして、アイスの周りにこうまとわすんですよ。で、丸くするみたいな。そうして冷凍庫に入れてやったやつがこれです。うわー、できた。うわー、できてる。こういう感じです。うわー、すごい、カステラまとってる、プチシューみたいな。そうで、衣もしっかりつけて、はい、さあ、本当に時間です。すごい焦ってる。ゴールに向かって。これ時間どうしようか。はい、うわー、すごい。なんだ、はい、もういいです。早っ、あっという間。はい、うわ、はい、できました。はい、ではこちら持っていきたいと思います。はい、できました。やばー、天ぷら盛り上げです。超綺麗。じゃ、食べますか。はい、お願いします。いや、食べたい。じゃあ大葉からいただきます。おー、うわー、いい音。あー、一生食える。一生食える天ぷら。あ、うわ、全然、うわ、音すごい。全然違う。全然違う。テイスト違いますか。全然違う。よかった。パリパリとか違う。なんかポテチの薄塩味みたいな。いやいや、ポテチで言っちゃった。ポテチぐらい。でもそうですよね。新生姜。お、うん、
天津の方が僕の好きですね。新生姜うまそう。しっかりつけてもらって。うん、あーこのしょっぱい感じはいいね、うん、ちょっと変わり種的な感じ。うん、美味しい。じゃあ次タラ。おお、タラ塩でって言ったらつゆで。いただきます。いただきます。うん、うまっ。超ジューシー。うまっ。ナスちゃん、ナスもね、これ美味しいっしょ。クーペス早いな。クーペス早いな。いや早く食わないでね。ナスいただきます。うん、あナスめちゃめちゃ美味しい。うわ、ありがとうございます。ナス一番美味しいんだよ。マジっすか。うん、そのちょうどいいぐちゅぐちゅ。うまい。じゃあエビ。うわうわ、メインディッシュ。ちょっとこれ来たね。衣が綺麗ですよね。綺麗。うん、あ、エビの蒸され具合がちょうどいい。ありがとうございます。プリプリ。うん、予感で出てくる味。気に入ってます。はい、これには、うん、個人的には塩の方がおすすめです。ちょうどいい。あふれる。はい、じゅわっと。あーすごい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 。映ってるかな。うわーすごいすごいすごい。うわーいいね。おいしい。やっぱちょっと固まってる部分あるんですか、それとももうほぼ固まってないね。そんなに黄身のまま。あー、やっぱ揚げ時間もうん計算されてる。最後これ。はい、ちょこちょこ天つゆで。あ、そのままでも。うまそう。うまそう。初めて。いただきます。いきます。さあ、和と洋が。うわ、うん、ああ冷た。カステラめっちゃうまい。アイスがカステラに染み込んでる、うん、うまいわ、うん、日々天ぷらだけど冷たいって不思議な感覚。すごい、ちゃんとアイスがあってカステラが2層になってる。わー、完食してくれた。全部嬉しい。全部うまかった。すごい。結果1週間天ぷらめちゃくちゃ上達しました。よっよっ。じゃあ最終日の点数。はい、せーの。100点。100天ぷら。あ、1億万点。ピエピエ満点。全部大満点。以上です。美味しかったです。ありがとうございます。ぜひ他にも1週間料理企画やってるんでチェックしてみてください。はい、まあこうやったらまた何かやりましょう。すごい。いや、これで一気にハードル上がってね。もうみんな、どん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 。次は奥くんが。え？いや、この2人がやったらできないよ。